で、あとは、まあ、サイドハーフの遠藤康史とかが多かったんですけど、はい、との関係性でわざと同じ高さ取って、はい、でサイドハーフが一応僕につくんだけど、はい、完全に後ろにつかないじゃないですか、サイドハーフって、はい、でサイドバックが一応この間ぐらいにいてて、はい、どっちにつくかっていうのを2人とも迷わせる、はいはいはい、で例えばちょっとサイド遠藤にセンターバックから出させて、はい、その瞬間サイドバックが来たら僕がそこの裏つくか、そうですね、はいはいはい、それはなんか3人目の動き的な崩し方です、はいはい、それはなんか2人で考えたんですよ、これだなっつって。